木村久史から1943年9月26日は、日本の天文学者、理学博士。Z 校の発見者。恩師匠、英国王立天文学会ゴールドメダル受賞者。石川県石川郡、野村座、泉谷出身。幼い頃に、漢学塾を経営する親戚の木村民恵の養子となり、上山小三郎から数学を学ぶ。 この時の学友に西田喜太郎がいる。幼少期より優秀であった木村は、1880年に、県立の石川県専門学校に一番で入学し、1885年に、赴任した北条時代氏に学んで数学に目覚め、1887年に、同校が、官立の第四高等中学校に転換すると飛び級で、同校本科。 第二部に進み、今川角上より、天文学を学んで、1889年に、主席で卒業した。同年、東京帝国大学理科大学生学科に入学し、寺尾久氏に一天文学を、田中立愛吉に、地球物理学を学んだ。1892年に、大学院に進み、震災予防調査会の命を受けた、田中立愛吉教授の下で、 全国地事規測量をはじめ、1895年に、食卓として、井戸変化観測型となり、井戸観測を行った。同年、万国測地学協会の総会において、世界6カ所で、国際井戸観測を行う事業が決まり、翌1896年、田中建と共に、日本の観測地として、岩手県伊沢郡水沢町を選定。 1898年1月には、日本初の海外観測となるインドでの、海帰日食観測に、寺尾久し、平山晋、水原淳三郎と共に出張。同年7月、ドイツで開かれた、万国即地学協会総会に田中建と共に、出席し、観測する星の選び方を提案し、採用される。1899年に帰国し、 水沢井戸観測所の所長に就任。1902年1月に Z 校の発見論文を発表し、国際的に認められ、1904年理学博士号を取得。同年、ブダペストでの万国測地学協会総会に出席。1911年第一回学士院恩師賞を受賞。 国際移動観測事業中央局を務めていたドイツが1918年の第一次世界大戦の敗戦より中央局を続けられなくなり、1922年に木村の水卓観測所が中央局に推挙され、中央局長に就任する。1925年、帝国学士委員会員となる。1935年に、 国際度観測事業観測結果報告書第7巻を発行し、翌年中央局長を辞任、中央局はイタリアに移った。同年、王立天文学会ゴールドメダルを受賞、翌1937年に第一回文化勲章を受賞した。1941年まで水沢井戸観測所に在職し、同年、 国際井戸観測事業観測結果報告書第8巻を発行した。持病のズダが悪化し、1943年、東京都世田谷区の自宅で死亡、72歳。墓所は玉霊園。1902年に井戸変化の Z 港を発見した。水拓 VLBI 観測所がある岩手県欧州市水拓では、この業績を称え、 Z の文字をいろいろなところに使っている。ありがとうございます。